今日は男前メタルプレートをご紹介いたします。これ1ミリのパンチングメタルをカットしたものです。これを曲げてスタンドを作ってみたいと思います。こういった結構鋭利な部分がありますし、手を切ったりする場合がありますので、軍手ですとか手袋をつけていただくといいかと思います。でこういったテーブルの角などで片っぽを押さえて、グーッと押せば曲がりますので、グッとこうですかね、グーッとグーッとやりますとこう曲がります。でこんな感じにスタンドとして使います。でこのパンチングメタルなんですけども、こういった100均ですとかホームセンターで売っているパンチングボードのここの穴、これ 5mm 系の穴が開いてるんですけども、そこと同じです。同じ大きさです。どうでしょう、ここ同じ大きさなんです。なんですが、こう穴のピッチがですね、必ずしも一致するとは限らないんですよね。なので、2箇所接続するような。まあ、これは合いましたけども、こういった長いやつは、ここのピッチが合わない場合がありますので、注意してください。あとはこれは 5mm の穴ですので、5mm のボルトが、大体入ります。ちょうどぴったりすぎて、ドライバーなんかで入れてやらないと入らないこともあるんですけども、ちょうど入る大きさですね。例えばこっちも、5ミリのボルトっていうのは入るんですけども、こうねじ込んでやると入りますね。まあ、そんな感じでいろいろ使い道のある男前メタルボードの紹介でした。